はい、お願いします。よろしくお願いします。今日は何をやりますか。さっきラリーしたじゃないですか、ボレット、はい、であれでちょっとフォアボレーで、うん、直線的にこう当てて、はい、スコーンというボレー。ちょっとコツを、はい、さっき聞いたじゃん、うん、このボレーとこのボレーどっちがいいっていう、まあ1個目は斜めにこう転がして、うんうん、まあ大根ボレーとかでもやってますけど、そうですね、あと削る感覚で打つのがいいのか、ま、うん、っすぐ後ろからも本当にこういう感じですね、もう点で捉えて転がさずにもうスコンど真ん中に当たらないとダメなんだけど、その代わりスコンっていったらどっちがいいって聞いたら私は2番目ですねってあったんで、ちょっとこれを使えるようにできたら皆さんもいいんじゃないかなと思ってちょっと伝えたいなと思います。はい、ではじゃあ最初に球出しをしていくので打ってもらえます。聞いてください、なんかそのどういう風にやってるか。はい、わかりました。いいですね。あ、いい感じ。あ、違う。ちょっと外れましたね。はい。はい。ボールはラケットのど真ん中ですか？もう完全ど真ん中です、ね。ど真ん中。あのクラッシュスポットとか前やったです。先端じゃないですね。はい、もうど真ん中です、ね。ど真ん中、本当にど真ん中です。うん。うん、かもしくは若干根元の方に何か入れてって、あ、違うな。根元から。あ、これいい当たり。根元からこういう若干ちょっとだけ、あ、ちょっとだけね、ちょっとだけこう、うん、こうじゃなくてもう 2,3 本、そうだね、横糸 2,3 本分ぐらいを使って、うん、はいはいはい、ちょっと佐藤コーチから見てどういう風に動いているかっていうのを見てもらいたいです。うん、なんかスライスがかかってないわけではないんですよね。あ、もちろん。そう、若干スライスはかかってるけど擦りすぎず後ろからしっかり当ててってるからって感じ。そうだね。うん、でもちゃんとど真ん中、今の3本はこういう感じない？ちょっとだけね。ある、ちょっとだけ。そう、ちょっとだけ、ここのここだけあ、違うな。あ、 それはね、バチンじゃん、やりすぎてる。あ、そう、これぐらいか、うんうん、ですね。え、どこの指に力入れてます？指はっすね、いつもだと大体小指、薬指、まあ、小指、薬指ね、親指。この打ち方に関しては、はい、ちょっとここが強いっす。やっぱそうですよね。ここを使ってます、この、うんうん、この感、ここが一番強いっす、うん、こう持ってて、人差し指の付け根。そうだね。で、付け根で押してって、はい、指先こうやって握ってます。あ、まあマヨネーズ前やったよ、マヨボレーの、うんうん、マヨボレーかなり強めみたいな、はいはい、マヨネーズとマヨビームショットです、はいはい、マヨビームボレーかな、かなりピュンって出る感じです。パンパンにマヨネーズ当てたらドバーンって出るような。ちょっとこの至近距離で何球か、はい、分かりますかね。じゃあいつもちょっと小指から入る、小指からちょっと削るバージョン、削るバージョン、パンコボレー、大根ボレー。あ、だいぶ違いますね、やっぱ。あ、ちょっと低めでもらっていいですか、はい、なんかこうやってやっぱりいくんで、うんうん、はいはい、これはかなり根元から入って、うんうん、うん、っていう感じです、はいはい、うん、ここはもう小指薬指側から入って、腹も腹もここも使ってるんだけどこれはやってない、うんうん、結構ここが違うかも、はいはい、うん、なんか今見た感じでもだいぶやっぱ変わりますね、ラケットの出し方が。第一関節めちゃくちゃ使ってます、うんうんうん、人差し指中指の第一関節を使って、うん、しっかりラケットをこうグリップを固定して、はい、ここをうまく反発させてパワーを出してるイメージですかね、はい、
もう先端はこう前には出ないですよね。あ、出ない。絶対にこれやるとやっぱり今ネット軟球化しちゃってますけど、うんうんうん、やっぱりネットしやすいから、うんうんうん、やっぱり前にちょっと押していくっていう感覚、うん、これかなり前、昔2年ぐらい前から、うん、寝かして打つってやったの、うん、あれに近いです、うんうん、立てて打つのか寝かして打つのかって一回やったことあるじゃないですか、はいはい、寝かした方がどっちかっていうとこのスコーンっていう気持ちいい当たりになりやすいです、うんうんうん、確かに、まあ、先端は出さない。そうですね。でさっきも、ラリーしてて、うん、こう何球か僕つないで、はいはい、深いとこ行って、おさとこちょっと下がった、動かされた、うん、前詰めてって、あ、やりましたね。カウンターでパチンって言ったら、うん、あれも完全同じ感じ。うん、でもう本当こういう感じ、うん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 、もうスライスかけるっていうよりかどっちかというと下手したらスピン、ちょっとスピン、うんうん、ちょいスピン、はいはい、うん、先端最後グッて上げていく。ただこの関係性は意識してます。これ結構大事なんですけど、うん、あの構えた時にこの角度だとするじゃないですか、はいはい、グリップエンドとヘッドの位置、はい、例えばこの角度とするじゃないですか、うん、打ち終わった後もこうこのまま終わるようにすることがボレーは大事なんですよ。要は左手と右手が平行にこう、いや持ってでしょ、今この状態で持ってて、うん、今グリップのがちょっと前出てるじゃないですか、はい、ヘッドがちょっと後ろにあるじゃないですか、 そうですね、そちら皆さんの角度から見ると、うんうん、それを打ち終わりまでキープするっていうのが、うんうん、安定させた当たりを出すコツだと思うんですよ、はいはい、だからさっき言ったこう詰めてパチンってやる時もこう構えてるんだったらスピンでいくんだけどこうは絶対しないです、うんうん、コックはさせないです。このままそのままくっ、そう、これをこの関係性を保てることが、うん、この面に乗っけるっていう安定性を出すっていう秘訣かなと僕は思ってます、うん、ボレーに関しては、はい、これがずれるとミスる、うんうん、グリップが速い、ヘッドが速い、うんうん、こっちが速いとかやると大体ずれる、はい、入ってもイメージよりいかないかなっていう感じ、うん、ちょっとずれちゃってる方はそこをチェックしてもらいたいです、はい、これは最近僕はかなり意識してやってます。ボレーは足なんですけど、あのつなげるボレーの時はラケットに当ててから足っていう風に前やったじゃないですか、はい、以前やったじゃないですか、はい、今はどうですか、ね、今はどうかな、同じぐらいかな、一緒ぐらい、ウィズフットですかね、ウィズフットですか、ウィズフット、あちょっと遅れるかな、ちょっと遅れるぐらい当たってからかな、あごめん当たってからだな、うん、はいはい、うんうん、当たってからですかね、うん、当たってほんのちょっとの差なんですけど、ほんとちょっとだけど大げさじゃないですけど、うん、ほぼ同じなんだけどね、うん、でも足ついてラケットではないじゃないですか、じゃないです、じゃないです、うんうん、やっぱりほぼ同時の感覚で入って最後ちょっと後から体重をかけるっていう感じが強いかな、うん、踏み込むっていうよりかは当たってから追いかける感じもあるからボールを、うんうん、やっぱそれによって体重が乗るからボールが沈んでいく、うん、はいはい、だこうなるとドーンで上に行く、うん、この辺りで多分お尻が出ちゃうともう絶対こうなる、はい、うん、アウトしますね、かなりこうなりやすいから、ここは必ずやっぱりこれは体も一緒で打った後も構えた時の頭の位置、この足の位置が同じです、うんうん、今のこの関係性と一緒、はい、うん、って感じですが、だからこの関係性すごい大事かなと思います、はい、うんうんうん、さっき言ったこうカウンターでちょっとスピンかける時でもやっぱり構えた時のグリップ位置、ヘッドの位置っていうのを打ち終わった後もキープしとくっていうのが結構ポイントかなっていうのは今やってて思いました、うん、はい、あとはまあ体重をかけていく、そうですね、バランスを崩さない。おお、壁がよいしょ、あ、いいね、3球目いいね、少しはたくぐらいの感じはあります、よいしょ、 OK、うん、って感じですが、高めのボールはだからおすすめです、この辺がおすすめです、やるとしたら、うんうん、もちろんこの辺でもいいんですけど、しっかり重心を落として入りましょう、うんうん、やっぱネットするリスクも出てくるのでね、うん、です、はい、やってみてください、ありがとうございました、ありがとうございました。